ロルランクまで〇〇さんのバロミラー配信やってんな。味方のチェンバーがポジティブでもああこの構成、俺らキッチン抜けもある、シティ抜けもある、はあって思う。ん？もうあれじゃないかな、ふわポジティブになるかな。味方ジェットチェンバーレーナー即備された後に、ああもうこれだったらオーメンやるかって言われた、オーメンプラスそのとなんか取り残された相場がポジティブな報告できるかな。ん？それに味方のチェンバーがポジティブでもああこの構成、俺らキッチン抜けもある、シティ抜けもある、はあって思われてないかな。不安だよそれだけが俺は。ちょっとさ神田さんさ、これ強いよ、これやめよう。でもあのね、限定的にすぎる。神戸さんがよくやるやつ、あのど真ん中に立って右も左もどっちも反応するみたいなやつ、これねバロにおいてね見せプレしかないですから。いいんだよ見せプレ、とりあえずね。ジョイがマジで偉い本当に。配信者見せプレしてなんぼだろ。正解か、勝ちか。この置物のジョイになっちゃうじゃんこのマップって。それに耐えるのが偉いわ。ちゃんとタレットをキッチンに置いて、中部車にアラボを置いて。俺だったら耐えれない。だよね、じゃなかったらチェンバーやらんもんね。チェンバー戦にはならないよねそれができたら。強いんだよな、とがめられないよね神戸さんのチェンバーは。ちゃんと強いから。この人偉すぎだろ。ちょっと動いたあいつ。そのまま立ち止まって打てよ。でもバロラントあるあるなんだけどさ、明らかに外した自分が悪かったりエイム悪かったりしたのに相手を上げることでフォーカスを相手に向けてる。いやある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 。え、お前動いてんのかとか。あるわ。このスキル使ってないんかとか。あるわ。うわ、フラッシュ残ってんのかみたいな、ね。相手強えって。もう自分の比ではなく、相手を上げることによって、なかったことにする。いや、しゃがうのかよ。俺もたまによく使うんだけど、たまによく使うんだけど。たまによく使うね。うわ、とか。うわ、それ出てくんのとか。明らかにあれ自分があるよね、冷静に考えたら全部。いや、俺もよくやるんだよね、無意識に。俺もやる。裏見てるの偉とか分かる。そう、そうなんだよ、裏は見てる。俺、タレット壊した後とかに言ってるもんな、それ。いいよ。神戸さんのチェンバーが許されてる理由はね、こういう時に前で出れるのが許されてる理由だね、多分。上かよはもらいました。え、だからそうなんだよ。でも上かよはしょうがない、高等技術だからね、マジで。これも完全にあの報告がないから、あくまで俺は 100% 出し切ったっていう体でのあれだから。おい、もうノーアーマーええてバンダル完全上。神戸さんのバロ配信俺そんな見たことないんだけどさ、神戸さんってバンダル買うの？買わないよ。アウトローかオペやね。あんま買わないんだ。え、どこ？どこ？窓が開いてるんですもうこのマップ。え、このゲームってアウトローとオペレーター以外あるの？まあ、いる。まあ、いるか。ミスから見えんのかな。そう、マーシャルアウトローオペレーター以外より絶対そのスナイパー系勝てた方がパフォーマンス高いもん。よくわかってんじゃん。いいよ。
オペレーター返してくんないかな。俺がが足りめだろ。足りめだろが。なんでもらえると思ってんだよ。くれよ。当たり前だろうが。ジャッジ？くれよ。ジャッジかな。オペ無理だった場合ジャッジになるの？相棒の攻めチェンバーで。そうだよ。お前。え、見たい見たい。バンダルを使う神津さん見たいよ俺。ここなかなかバンダル拾えないんだよね。ハンドガン捨ててる。これ、ふざけてないよね。俺こうやって見るとマジでバンダル下手くそだな。これ神様の。ほら、また同じ3000円。3000円だよ。え、2級だよ、これバンダルじゃない？バカ野郎。これバンダルくんじゃない？おめさんバンダル買うんでオペ買ってもらバカ野郎、裸オペレーターだよてめえ、なめんじゃねえ。俺がバンダル持つと思うなよ。来いよ、お気に、アラボを。オペ、まあでもあれだね、毎回チェンバーミッドオペ来てるみたいな情報入ってたんだろうな。動き変えれるとグッドだね。この B ローン勝負とかチェンバーめっちゃ強いからな。勉強になります。いや、まあそんな別に悪いプレイしてないけど。あー、クソ間に合わねえ。綺麗綺麗だな、綺麗なチェンバーって感じ。タレット壊して引いたら100点。いいじゃんいいじゃんいいじゃん。それでもいい、あれ勝てんだもんな。ジェット B 流れた。おー、いい報告するね。これね、キャラクター言うのマジいい。人数とかじゃなくてキャラクター言うのクソいいんだよね、実はこのゲーム。そうなんだ。もう分かってたらなるべく言った方がいい。そうなんだって。やれる動きも変わってくるからね、待ってる側も。あえあえ、これね、神戸さんが取ったと言っても過言ではない。あー、うまい。俺もこれからドヤ顔コーチングしようかな。これね、あのキャラクター分かるの大事だから、キャラクターがどっちに流れたのかはマジでいい報告だね。キャラクター言えるの100点だね。今後バロラント初心者の人に教えたいと思う。 TP があって引けます。はい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 、エース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 、取られちゃうよ待ってたら。走って、いや走る走る走る、探す、待たない、自分から迎えに行く。エースをこいつ何言ってんだ。倒した後お待たせでしょ。こいつ。もうカチ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 、ちょっと言ってること気まずい。気まずい。一発で知らねえのかよ。気まずいね。気まずい時間流れたって今。なんでお前、え、なんでお前あれ買ってんの？ね。なんであんま買ってんの？ヘビ買ってんだよ。ヘビとシリフか。いやでも140カードでかいでしょ。でウルトあることも考えてみれば、まあロングオア CT だね。イエローは絶対ないですこれ。僕の経験から言わせてもらうと。やめる。あー惜しい。わーマジかー。いやもういいのいいの忘れて。神戸さん4人倒した5対5のゲームで、俺は悪くない精神。俺が負けちゃったのがダメだったな。あ、優しすぎる。君向いてないバロラント。そんなのはいらない。優しい人はバロラントやっちゃダメだよ。ロル向いてるなこいつ。あの反省したやつの動きではないな。でもこれチャレンジ精神はまああるな。ここでやっぱね、前に出れるチェンバーですから僕は。はい、ハーフ上がった。
想的な状況とは言えない。ほーら、いいね。2判断すぎだろ俺。そうだよ。おいおいおい、そうなんだよ。俺は救ってるわ。おい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 、やめようよマイバット精神、ユーバット精神だよバロは。お前配信者やめちまえ。怖いよそれ。2人目、2人目経過して。うわうわうわ。まあ敵のジェット強かったねこれ。まあ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 悪くなかったですよそんなに。俺はキャリーしてるだよね。俺はキャリーしてるだよね。俺は強かっただよね。サーファーいねえけどな。マジマジやばい。まだダメだ。そうはさせないわ。残り1枚。ナイス。テレポート可能だ。残り1名。ミロンまた戻る。出直すんだな。あと30秒。確定する。エロボケ。残り1人。3人目。リロード。ナイス。ナイス。ワーオ。トリプル2。ナイス。ドロン投げる。サランマ投げてる。ナイス。それなんか吸収しました。ナイス。B ランショット多い。使い、やばい、結構やばい。残り1名。あと3名。ナイス。ナイス。シャワー早い。トラップがやられた。ちょっとチャンバーいる。次ウェイ。ナイス、ナイス、ジジー、ありがとうございました。よし、よっしゃ、頑張ってください。スタート。いい腕だろ。外さないよ。勝てるよ。アルティメットいいぞ。危ねえ。ここだ。もうさらば。出直すんだな。美しい。君の負けだ。遅すぎる。ジェットミット。そうはさせない。その程度アルティメットいいぞ。残り1人。4人目だ。いいぞ。逃げられないぞ。テレポート可能だ。理想的な状況とは言えない。敵残り1名。まさかうまくいこう。神判断すぎだろ俺。おいおいおい、マジかよ。